チョコがチェはいいただきます。いただきます。お手で食べる。お手で食べる。おいしいかな。あ、ポテトって言って。おいしい。あ、ポテト。あ、味付けしてるでしょ。それでさ、味付けのさ、何の奥さ、味見したしてない。薄くしよう。あなた焦げてる。お前かと思う。焦げなかった。でも焦げなかった方がいいんじゃない。ん、柔らかいしさ、焦げてないしさ、好きかな私。ではケチャップつけてもいいかね。ケチャップかけない。じゃあ一口いただきます。これはね、本当はねデザートに食べる予定だったのですが、では一口だけ。あは、おいしい。学校のポテトの味する。学校のポテトの味は臭いね。学校のポテト、学校のポテトの味する。何、学校のポテト。あは、私の好きな味。学校のポテトって何。あは、あれ、あは、何。1個だけ。ダメ。1個だけ。学校のポテトじゃん。美味しいよ。学校のポテトこんな味すんの。うん、学校の味。どう、あれは食べれそう。うん、ちょっとつけすぎじゃない、さすがに。ケチャップ。そんでケチャップ。ケチャップ。あ、ケチャップ。ちょっとマイク触らないでよ。レオ、渡してあげな。ケチャップ。学校行きます。レオ、ナナ、モモ。レオ、ナナ、モモ。はい、ナナ。はい、モモ。持ってくるわ。危ないから持ってくる。マヨネーズ。マヨネーズ。ぜひ、ポテトがいらないってなった方はこちらへどうぞ。はい。どんどん受け付けておりますので、24時間受け付け可能です。チキー。ポテト、チキー。あ、チキーって、あ、ケチャップとマヨネーズ。なんでマヨネーズなの？どこに行ったマヨネーズなの？え、ケチャップ。じゃがいも。ケチャップに入れて。あ、ケチャップ。ケチャップとマヨネーズの方が。なな、お皿ちょうだい。これ。はい。ね、母のこれ手作りでしょ？ポテト？うん。手作りただ油で揚げただけだよ、普通の芋を。え？それが学校なの？学校の。みやが好きなように母が魔法かけてくれたんだよね。どうしてね、皮がついてるかってね。今じゃがいも高いでしょ。はいはい、めんどくさいから。違う、もったいなく高いでしょ、うん、あ、もったいないじゃないんだけど、高いんだけど、そのちっちゃい芋だけがいっぱい入ってて安かった。ちっちゃいからみんなあんまり買わないんじゃない。で、安かったからそれを買ったんだけど、ちっちゃいから剥くのめんどくさくて、そうなっただけ。そう、めんどくさいよね。あ、そう、いやなーって残ってる。マヨネーズやった。やってないよ。何マヨネーズ、どこにつけるの。つけないよ。え、これとケチャップ、ケチャップ。うまこだってちょっと半熟にしたんだよ。トロンってなってる。うん、やれ、はい、あれ、おい、なっとるわ。やれかい。うまそう。食べる人います。はい。あ、それね、あげてあげて。ミレイの綺麗な味付けだと思って。ラーメンサラダのタレだから。好きなだけどうぞ。私は全然全くいらないんで。もうケチャップ飲まないで。食べよ。飲まないよ。一人食べる。もうちょっとしたらね、安くなる。一人食べるよ。2個かな。で、しかも。うん、この子
もだいぶ超えてる。あ、いいんじゃない。はい、ご飯終わったらし、戻して。ね、ナナ君がね、今日ね来ましたので。箸落ちそう。はい、うん、ピーがしました。ピーが、うん、ピッコがしました。ピッコ、ピッコ、ピッコロ。もっちゃん踊りまくってんの？水みたいなピッコ。ええ、ちょっと取ってるね。下のはちょっとまず。下？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 服のとこじゃない。ももちゃんは取ったよ。ああ、取ってない。取って取って。自分で取って取れるでしょ。そしてティッシュ1枚あげます。お尻拭いてみるか。熱が取れない。取ってまず。取って。ん？取ってからだよ。取ったの？取ったの？取ってないでしょ。取ったの？うん、汚れたところちょっと拭いて。きっと。こまも入って。お顔出してたのかな？歯が見てなかったけどさ。お洋服を拭いて。こまだけ。それ結構汚い。結構臭そうだよ。こまドレッシングとか。ポテト受付中だから今。え、それも、もうないりますじゃなくて。もう何もない。あとレオだけ。レオ。いや、そこに置くな。自分のだから自分のとこに置け。もちほら押さえてないもんと。持ちなさいお皿を。うん？何なの？うん。野菜食べる。うん。順番。なんか天気良さそうな気がしない？明日は雨じゃない気がする。うん、うん、ね、そしたらあゆなちゃんこれであんな感じの天気だろうなって思い浮かぶな。うん、あれは多分ないと思う。でもあれはすごいある。うん、カピコーのは11時ぐらいまでかな。2時間も外で遊べるかな。もう飽きなくね。ん、そんな飽きない気がする。うん、冒険公園だよ。あまり遊具ないから。ハート、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 ハート食べた頭。あー！また見つけて。ハート。あ、音だ。これハート？うん。ここのコーナーはね、ここのポテトは一つしか食べられないっていう感じになってますから。ダメ。卵。未来コーナーですか？未来コーナー。もちゃんご飯全然食べてないんだよ。未来コーナーにか。このポテトか未来コーナーにか。うん、なんで？なんで？上だけちょっとずらします。なんで？なんでいらないの？しょっぱい？なんか。あった。あ、切ったみたいな。ありがとうレオ。あはやったよ。じゃあ何やってんの？持ってる？ん？持ってるの？ではありがとう。持ってるの？3つも。これそこに置いて。お姉ちゃん持ってらない。あはくれた、うん、やった。振りかけたい方ありますからね。あ、かけたい。うん、いいね。かけてください。かけてくれたい。あ、ごめん、1個こぼれた。1個こぼれたよ。食べよう。うん。かけて。うん、重い。重い。かけて。うん、重い。重いだから。うまい。全部かけたの？うん。うん。もうないよ、カソしか。モモちゃんいっぱいかかってるしよな。うん。むしろ一番上ぐらいかけちゃったモモちゃん。カソもみちょっと。カソくっついててな。水あげる。うん。出ない出ない。なんかくっついてる。なんか周りにもあんちゃん、かばったいつから言ってんの。前に言ってみんな。
あのさ、これさ、最後にじゃなくてさ、これ手を最後にしてもいい？全部食べるならいいですよ。全部食べます。まーちゃん、お味噌汁を手にしたら。だって、ポテト美味しすぎるんだもん。これも、かけていいんじゃない？なるほど。母のポテト、美味しい。素揚げポテト。素揚げ。りょうのお芋のとこに重ねたいな。りょうのお芋入ってたとこに置いていいよ。このこのサラダでお父さん、何好きです、好きです、ママは。え、だってお芋ないっしょ。しかもケチャップ、それお芋ないじゃん。え、お芋やった、ないの。んまた食べたいな。また作ったけど、明日で油残ってる。明日作って。うん、大量に。大量には作れない。一個、一人一個だけ。うん、作る意味ない。だから4個。朝でいいですか、夜ですか？夜、夜夜で、夜食べ放題。食べ放題はないけど、うん、食べ放題じゃなくて、全一つずつ。なんでレオいらないんでしょ。誰かが2つになる。レオいらないんでしょ。うん、だから3人ぐらいやればレオいらなくて、みんな1個あったでしょ。え、今日のね、芋4個、ちっちゃい子、これ何個ぐらい。4本で1個ぐらい。2本ぐらいじゃない？最初から6本。はい、でも2本ぐらいもらったでしょ。芋2個だ。やったーねー。あれあれ、まーちゃん、リンゴいっぱい入ってるからね。見て、ナナのよりいっぱい入ってるよ。レオは？レオはもともと切り方が違うからね。あれ？すごい忘れられてない。氷入ってるのに水入ってるって。ごめんごめん。ちゃんと顔出して持って落ちるって。持つものが違うしょ。なんでキュウリ持ってんの？ご飯でしょ？それ食べないし。すごく忘れられてました、ね、私も。ももちゃん、ね、ご飯のお茶も食べてる。今食べてないじゃん。ああ、そういうところ面白くていいね。いいよ、たまにさ、これもさ、レンジでチーンってするの忘れたりさ、いろいろするからさ、そういうとこ面白いと思うよ。ご飯の面白いとこ、丸一。ご飯の面白いところ、丸二。うん、母のあるあるじゃない？うん、あるある。うん、全然あるあるじゃないし、たまーにでしょ。みんなたまーになんか教えたりする。たまーにね、郵便番号とかね、ポッて忘れたりする。え？って思って、なるときはさ、たまーに。うん、たまーにね、うん、なんでこんなの言って？さす、あ、たまーにね、汚い汚い。たまーにレオの誕生日とかね、あれ？いつだっけ？あと今、え？今令和何年だっけ？あ、別に今何年だ？今2020だっけ、21だっけみたいな。今2020なんか分かるけど、でも2だよね。2だね、2だね。今は分かるけど、なんかたまになんかこう、あれあれどっちだっけみたいな。ど、し、ろ、どって、こっちに、こっちにあるでしょ、なんかね。分かる。でも誕生日、あれいつだっけって何でも言うの？いつもね、わかんないんだ。で、七色だから、あ、7月16年みたいな、いつするか考えてさ、虹の日だからって。そっか、七色かよ。虹色のな、七色だ。七色、虹の日で、私が2、2、2、3、くぼる、くぼる。私、兄さんの日だよ。パジャマ、パジャマなんでこぼさないで。兄さんだけど。ミレオなんか忘れない。なんで？なんだ、もう忘れない。父も忘れないよ、自分も忘れない。なんかレゴだけなんかちょっと忘れない。うん。なんかわかるかもしれない。レオは、あの、7月生まれだけど、あの、日にちが違うから。なんかさ、1個だけ。白じいさん。ちっちゃいの1個だけ。
こちらバーのお兄ちゃんとか8月15とか、なんかここら辺が、ね、多いんだよね。あー、ちっちゃいの。うん。あって、なんで塗るちっちゃい。洗ってこれば。何が溶けた？洗ってこれば。何？洗わないの？ちょっと食べて。でも食べたらこれ食べれるよ。これ食べたらさ、一個食べたらさ、減っちゃうんだよ。これがワカメいっぱい入ってますね。そうよ。だってワカメいいんでしょ？海苔も。ビタミン B12。ビタミンの食べない。今日朝食べてないっけ？え、ビタミン B12 じゃない？今日リンゴあるから大丈夫だ。あ、そうなの？ビタミン B12 じゃん。ビタミン B2 は？ほら、卵もあるでしょ。 B2 は？ B2 2？ うん。待って、うん、わかんない。アサリとかじゃない？アサリとか違うかな。ビタミン C は、 B2 は C はあれでしょ？レモンとか酸っぱい系？酸っぱい、 C と酸っぱい系。レモンで一番いっぱい入ってるのは レバー、うん、レバーって何？肝臓だっけ？なんか豚とか牛とかのそれが一番多いこれだけ多いらしいけど、君も母食べれないし、それ食べろとも言えないし、うん、手で食べるの？自分が言ったでしょ、うんうん、でベトベトになるよって。スイカみたいにされたらいい？いいよ。おい、いっぱいつくんじゃない？かゆくなっちゃう、うん、あんまり口にもつけない方がいいかもしれない。さあ、私はありえないことが起きました。さあ、それは何でしょうか？給食のでした。嫌いな学校のを食べたです。学校の嫌いな、今日だってグリーンピース食べたんだもんね。はい、嫌いじゃないって。私もね、なんかね、いや、いいと思うから食べたらね、そんな嫌いじゃないんだよね。グリーンピース、そのものにはそんなに味しないからね。なんか緑色でなんか気持ち悪い。え、そしたらあ、そんなとこに置かないで。なんか丸っこいからかも。入ってんでしょ、まだ。これ今何分？15分、はい、終わったよ。あ、リンゴ食べられないぞ。18になりました。うん、うん、ね、うん、今からパンパンだな。だって、飲み物飲みすぎ。私がさ、一個でお腹いっぱいってなるものをももちゃん全部飲んでるからね、普通に。リンクのこの、ここら辺だよね。リンクのキャラ、リンクのキャラこれ好きなんだよね。これはももちゃんのピーチティーだよね。え、ももちゃんピーチなの？なんだと交換したの？え？え？うん。じゃあみかん？オレンジ？うん、みかん。捨てな、横にやっときな。え、どこに？横にやっときなって。みかん。私はピーチティーで取って。こんなんじゃないよ。いやいやいや、何今されてんの？違うよ。どっか横に置いといてって、もっちゃん。あ、ね、自分の毛でしょ、どう見ても。もっちゃん、細い毛。置いときなって、お盆に。交換しないでって、もうなら全部飲んだっしょ、ジュース、紅茶。もっちゃんのがオレンジティーなのね。オレンジじゃないの？え？ナナがね、ピーチだって。交換したんだって。うん、ピーチティー、オレンジティー。母は？何？どうする？え？え、別に全体的に好きだ。母はこれの中に命が出るの。電池。命。あ、でも、後で丸の。いけないところ、掃除します。うまい。うん、やる時間じゃなくて。食べる時間だから。うん、まあそうだけど、そういうのはラブパドじゃないの。待って、みだいけないとこ、そうやってみる。あ、なに、ほんとに今どこにやってるの？なーなー、え、いきまきだ。夏休みの感じする。夏休み、え、全然しない。日曜日の感じする。明日学校やるなって感じ。あー、今ほんとないよ。いいよ、1個食べても。絶対に全部食べてよ。木曜日？
何回聞くの？何曜日行く？何回聞くの？朝自分でも確認してたの。木曜日？木曜日。何回聞くの？何回給食だより見るの？むしろあそこに貼んない方がいいんじゃない？なんで？あっちにいつも来るからさ、自分が思ってればいいんじゃないの？そしたらね、私は未来のね、給食が何かわからないからね、学校の給食と同じというか作ってるかもしれない。私はあれを見て考えているのか。じゃあそんなどこに腕かけないでさ、肘かけないでさ、リンゴ食べたんだから全部食べなきゃダメよ。ご飯何十分？ちょっと何くらい？いつもより多いよ。おかず少ないからね。何ぐらい？140ぐらいじゃない？460ぐらいじゃない？食べてよ。手洗ってきた。こんなとこに袋あったっけ？うん、袋確かにあったっけ？ごまでしょ、ごま。ごまじゃなくて、ごまなんて食べてないもん。ごまじゃなくて、海苔だよ。でもね、いつもだから1、2、3、4、5、6、7、8個ある。ポテト？噛まないで。炊き込みご飯は何炊き込みご飯か、はい、鮭。鮭とごぼうと人参。あとは、噛まないんだよ。なあなあ、やめて。ごま。はい。なんか、鼻の下怪我してんじゃないの？なんか赤くなってるけど。これからですね、YouTube 見たいと思ってるんですけど、今スマホが壊れている気がするので、ちょっと後でつけてみて、もしダメだったらもうこれはそれは壊れたっていうことで切り落とします。もっちゃん、顔出しがいっぱい落ちる落ちるじゃん。いや、ちょっと待って、白い画面で変わんないとかしてね。再起動する。みんな、あ、見せないで。白いさ、お化けみたいなの出ないんだよ。どうやって